いやもう全然警察に捕まったりとか、じゃあ注目が伸びたかっていうと、やっぱり驚愕だったっていうのは絶対大きな要因なんですよ。なんかね、ここにぐらいになると勉強できないと格好悪くなってくるんですよ、ね、あーなるほど。やっぱり算数の力を身につけるっていうのは非常に強くて、はい、やっぱね、やっぱ中高一貫なんでね、すごい母校愛が強いんですよ。その、はいはいはい、うん、なんか僕も終幕にお世話になったっていうかね、まあその退学させてさせなかったっていう恩がありますので、はいはいはい、超問題児だったんでね。ええー、もうやばいっすよ。もうやばいっす。もうだって卒業するとき反省文のファイルこんぐらいにやって、バッとされましたもん。すごっ。うん、あんたが出てってくれて本当に安心した。まあそんな人でもこうやってね、医者になってね、塾やってね、まあその少ない子たちですけどもね、みんなに夢与えてってやってんで、やっぱり自分がこう、まあ、荒れたりとかね、まあその言うこと聞かなかったとか、そういう過去もやっぱりこう、まあ自分の糧になってますし、まあ僕からしてもね、その中高の間ぐれたりとか、まあお母さんの言うこと聞かないとか、お父さんとかね、お父さんにこうね、まあそのなんていうんですか、まあ汚い言葉を使ってしまうとか、そういうのも別に気持ちめっちゃわかりますし、うん、だからそういう意味でその共感できるっていうかね、ずっと別に真面目にやってたわけでも何でもないんで、まあ、どんな問題を起こしてきたんですか。あ、もうやばいですよ。使える、あ、使え、はい、いやもう全然警察に捕まったりとか、もう渋幕が暴走族に囲まれたりとか、はい、はい、マジっすか、マジっすか、これ渋幕出せんのかな。いや、わかんない。事実だからしょうがない。事実、そう、そんなことあったんですか。そうなんですよ。だから、そう、まあ、地元のね、子たちとやんちゃしちゃって、はいはい、でなんかその先輩たちがね、こう俺を探しに来たみたいな。そうなんですよ。そんなこと、まあ、でもめちゃくちゃ強かったんですか、やっぱ当時から。まあまあまあ、空手だって。あ、そうですね、極真ずっとやってましたしね。あと合気道もね、3、4年やって、まあ、一応喧嘩に関する技能は全て身につけたつもりだったんですけどね。それね、けどね、そんな単車とかで来られちゃ怖いです。なんかそう、パラリラパラリラみたいな、やばいやつにこうなんか裏門と正門の前にこう固まれて、はいはいはい、そうなんですよ。全然関係ない僕の可愛い後輩たちがなんかみんなカツアゲされるっていう。そんな事件が。あ、もういろいろやらかしましたね。物もいっぱい僕壊しましたし、で、まあ、迷惑かけちゃったんで、まあ、そういう意味でこう、まあ、恩返ししたいなっていうのがあって、今今年もうちの塾終幕生が、はいはい、そうなんですよ、 4、5 人いるんですよ。学校のね、その当たり前ですけど後輩たちなんで、その合格実績に、まあね、その少しでも、まあ、そのプラスになればいいなと思って。まあ当たり前ですけど終幕生にはね、まあ、より一層厳しくてより一層厳しいわけですね。ああ幕張の精神忘れるなみたいな、わけわかんないこと言ってね、もうそう。ああ、そっか、医者になって、別にあれですね、医者で新たなメスという戦う武器を手に入れたわけで。ああ、そうですね。まあもう全然余裕ですよ。もうあれさえあれば。どんなメスなんか使うよりね、もうなんか変な薬とかやったんだよ。じゃあびっくりしてるんじゃないですかね、当時教えてた人たちとかも。うん、まあいやいや、なんか今でも挨拶行きますよ、ちゃんと。ああ、そうですね。はい、まあもちろん営業も兼ねてですけども、はいはい、ちゃんと先生たちには、やっぱ中高一貫のいいところって私立だから先生変わんないんですよ。あ、なるほど。20年前からずっと同じみたいな、はいはい、だから常に帰ったら、まあ、当時の先生たちが、はい、お前またバカしてんなみたいな感じで、その変わらないこう、ね、関係性が保たれてるっていうのはやっぱすごいいいですね。そうですね、共学ですもんね。共学ですね、はい、中高一貫校で、ね、やっぱ男子校からなんか難関大行くみたいな人多いじゃないですか。はい、はいはいはい、中高一貫の魅力は何でしょう。いや、もうだって結局偏差値も物語っちゃってますけど、結局今終幕が、まあ、ここね、10年20年で一番伸びた中高なんですよ、はい、つまり結局はやっぱ共学の方がいいってみんな思ってるんですよ、今のご時世。要は渋々と終幕はね、もうガーって伸びましたけど、はい、でこう東大の合格者数もね、まあ、はい、もう多分全国1位ですよね、伸び率としてはね。だから結局なんでじゃあ終幕が伸びたかっていうと、やっぱり共学だったっていうのは絶対大きな要因なんですよ。だから麻布も開成も大井も女子学院もね、双葉もどこでもいいですけども、要は全部男子校か女子校ですよね、はい、まあその共学非共学ですよね。だからやっぱりそうだと、やっぱりその社会に適応できない場合っていうのは多々あるわけですよ。まあ当たり前ですけど、6年間をね、男だけ過ごしたりとか女の子だけ過ごしても、もちろんいいですけども、まあ当たり前ですけど、社会に出てっていうか大学入ってからみんななんかしどろもどろになってましたよ。あ、はい、なるほど。この本にも書いてありますよね、まあ、その男子校出身の、ね、子とか、まあ、その女子校出身の子がね、やっぱ大学1年の時すごいね、なんかね、違和感を感じててね、なんかこの空気になれないなってね、よく言ってたんです。なんか恋愛事情とか。いやいや、それはまあね、そのもう本当に終幕、まあ今はどうか知らないですけど、僕らの時は本当中学1年生、2年生でもうカップルがいっぱいできて、ブームがバーってきてね、ブームそう、ブームがやっぱ、誰か付き合うとやっぱね、あー、なるほど、そうそうそう、なんかその
付き合ってるのがなんかステータスみたいになるじゃないですか。あ、なるほど、必ず起きますよね、そういうのって。あ、そう、なんかもう明らかにカップが増える時期と減る時期と、この、そうなんですよ。だからサインカーブコサインカーブみたいな感じで出た、そう、なんかそう出た、暴騰したりね、なんか急落したりすごいなんかあるんですよね、多分ね。また入れなきゃいけない、ここに図を他の異性の目を気にすると勉強に集中できないとかってよく言ってるじゃないですか。ああ、いやけどね、結局渋幕の女の子は優秀すぎるんで。ああ、なるほど。いや、そうなんですよ。だから結局あ、気にするも何も女子がマジでできるんで。なるほど。そうなんですよ。だから結局気が抜けないですよね、そんなにね。ほうほう。だから例えばもう明らかにね、その要は女子がみんなねイケイケガールでみたいな感じだと、それはそうやって勉強に支障が出るかもしれないですけど、女子の方が強いってことがありえますから。なるほど。いや、むしろライバルとして認識できちゃいますよね。おお、はい、なるほど。なるほど。付き合ってた、当時付き合った子とかも、まあ、現役で東大行ったりとか、はいはい、まあ、早慶なんてなんかもう普通っていうか、早慶行ったら、まあ、どこ落ちたのみたいな。あ、第一号どこだったのみたいな。あ、なるほど、なるほど。早慶がもう本当滑り止めなんですよ、うんうんうん、なんで、まあ、要は東大か、まあ、東工大か一橋落ちた、まあ、医学部落ちた人しか行かない場所みたいな。なるほど、なるほど。まあ、もう本当雰囲気がすごかったですよ。はあ、いや、まあ確かに僕慶応入った時に千葉の高校行ってましたって言われたら、渋幕って何回も言われましたもんね。まあまあまあ、大体渋幕って当たりますからねまあ当時とかだから全国で一番総研に行ってたんで。あ、そうだ、ね、そうですね、はい、延べ人数でめちゃくちゃ増えちゃうんで、はあ、みんな5個ぐらい受けて全部受かっちゃうから、はあ、なんかね、ここにぐらいになると勉強できないと格好悪くなってくるんですよね。ああ、なるほど、はあはあ、やっぱ渋幕にいたからかもしれないですけど、はあ、なんか勉強できないと、なんかあれ、今まで俺すごいスポーツでキャーキャー言われてたのに。ああ、なるほど、なるほど。それがあれ、みんな、え、何、まだスポーツやってんのみたいな何この空気やばいんですけどみたいな女子ができるのはもちろんね、できちゃうから、まあね、自分よりできない人はあんまりってなりますよね。なるほど、はいはいはい、そういう環境ってすごいいいですよね。そのお母さんとか見ててね、その中学受験どうしようかなと思ってたら、まあ、絶対やった方がいいなって思いますよね。中学受験の勧め、やっといて損はないですね、やっぱりね。こういう発言するとやってくる、このピーポーピーポー中学受験はじゃあ、まあやっといた方がいいと、うん、もうできるんだったらもう、うん、本にも書きましたね、うん、なるほど。まあ、そのやる余力があるんだったらば、まあ、やっといた方がいいですし、まあ、そこで失敗しようがする前が、まあ、そのそこでやっぱり算数の力を身につけるっていうのは非常に強くて、はい、やっぱりその中学受験で算数が嫌いになると、やっぱり文献進む可能性は高くなるんですよ ね、 やっぱりね。ほうほう。算数に対する苦手意識が強くなると、はいはいはい、やっぱ中学からもやっぱり算数やっぱり苦手だなっていうのを引きずるんで、だから中学入ってから算数得意にっていうかね、まあ、その好きっていうのはやっぱりその中学受験の時にやっぱりその算数の面白さっていうか、数学全体のね、その数字を扱うってことに慣れてるっていうことは大いにあるので。なるほど。まあ、奈良中がね、まあ、そのもう本当に算数特化の入試ですけども、まあ、理系がほとんど、もう8割方理系ってね、よく言いますけども、だから文系行く人いないじゃないですか。つまり中学受験の時ってもうそんだけキャラクター選抜されてるんですよ、算数が得意な子を集めてるんで。だから、まあ、そこはまあ分かりやすいですよね、やっぱりそんな得意分野は変わらない。なるほど、なるほど、はい、そんないきなり変わらないってことです、うん、で、空手はとか合気道はいつからですか。あ、もう中学生ですね、やっぱ、はい、そう、父ちゃんに勝ちたいっていう気持ちが。わお、はい、うん、やっぱね、そうですよね、やっぱ体格的に勝てないんで。あ、なるほど、やっぱね、その悪いことしてもね、まあ、要はボコってやられちゃうわけですよ。なるほど、まあ、憎そと。なるほど、ね、絶対倒すあいつみたいなバキいやいや、全然そんな、あの、裕次郎ほど強くなかったんですけど、お父さんはね。まあ、空手やってね、自分もその、まあ、3年4年やって、はい、自分が強くなった頃にはお父さんがね、まあ、その、まあ、なんかおとなしくなってる。なるほど、なるほど、まあ、よくあるあるの話ですよね、はい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 、そうです、だから、まあ、その実際それね、父ちゃんと別に使うことはなかったですけども、はいはい、そうですね、ありがとうございます。そうですね、まあ、けどやっぱ極真とか、まあ、そういう武術とかって、まあ、その自分の自信になるんで、はいはい、うん、それはすごい良かったですよね。だからなんか理不尽なこと言われても、まあ、最悪例えばね、立場が上だから仕方なく、まあね、飲み込んで聞くっていう時も、うん、まあイラッとするじゃないですか、はい、でそういう時にね、その物に当たっちゃう人もいるとは思うんですけど、はい、物に当たったりとかね、ストレスですごいね、うん、こう抱え込んでる人もいると思うんですけど、はいはい、まあ、僕の頭の中の、まあ、考えでは、はっ、殴ればいけるわ。またちょっと発言が使える発言にその思えるってすごい大事だと思うんですよ。その最悪ね、その要はすごいムカついたとしても、はい、まあまあまあやったら勝っちゃうからな。なるほど、そういうっていう気持ちってやっぱりそのずっとこうね、まあ、極真で、まあ、いろんな先輩たちボコボコにされながらそう、はい、まあ、鍛えられた、はい、まあ、そういう精神力なのかなと思いますよね。なるほど。やっぱりその礼節だったりとか、はい、まあ、礼節ないんですけど、なるほど、なるほど、はい、全然身につかなかったかなとまあけどやっぱり僕その上下関係とかすごいこう、はい、大切にするっていうか、まあ、やっぱり先輩の言うことはまあ
とりあえずだ、まあ、そう極真ってもう先輩に何か言われたらはいか押すっていう、まあ、絶対イエスっていうのがまあ絶対なんですけど、あの、まあ、それは今でも守ってますね。なるほど、はい、イエスオアイエス知らないですね、まあ、トゥワイスの歌なんか知らないですね知らねえよ医学部を目指そうと思ったのは、いやどうよ、もうあれですよ、東大理さんが一番だからですよ。ああなるほど、はい、別に医者になりたいとか、もうもちろん親戚は医者ちょいちょいいたんで、はいはい、もうもちろん意識はしてたかもしれないですけど、まあやっぱ開業医だったんで、親戚にいるお医者さんたちがね、はいはい、もうやっぱり家でかいんですよ、やっぱ大きさがもう、いや家でかいマジで、はいはいはい、まあ、だからまあまあまあお医者さんってやっぱすごいね、まあ、そのある程度リッチなんだなっていうのは、はいはい、まあ、分かってましたし、理さんが一番だから、うん、まあ、そう一番目指すときはどこでも行けるだろうっていう考え方。なるほどなるほど、もともとミリッケさんで修学の、はい、もうだから、まあ、目指す、もうだからどこ狙っても一緒な感じですよね。もうなんかビリすぎて、もうなんか雲の高さがわからないみたいな、あ、全部同じ雲ってね、何層になってても結構下から見たら全部一緒じゃないですか。だからどんな高い雲もなんか全部同じに見えちゃったっていう、まあ、だからその、まあ、怖いもの知らずで、まあ、目指した感はありましたけど、まあ、それが結局功を奏しましたよね。あ、やっぱ周りはびっくりしましたか、そう、やっぱこう理さん目指すって言ったら。いやそりゃね、まあなんかこの世の終わりみたいな顔してたやつがいっぱいいましたね細いが勉強したら終わりだみたいなまあなんかあいつがやり始めたらやろうみたいなやつは多かったのは事実かなと思いますけどね。だから今でもやっぱ飲み会とか行くとね、なんか酔っ払うと毎回泣いてね、なんか俺にありがとうって言ってくるやつ。へえ、そうなんですね。そういうのおかげで俺は東大に行けて、今ね、ここ、まあ、ある一流企業に就職して、でなんかこの今の嫁さんと結婚できたみたいな、なんかそこまで言うやつがいて、毎回ね酔っ払うとね泣いて細いのおかげですっていうやつがいるんですけど。ああそうなんですね。そうなんですよ、なんか結婚式のね乾杯とかに、ね、任されちゃって、はあ、そうなんですよ。だからなんかまあやっぱりそういうまあね一人、まあ、ぶっ飛んだ人がいると周りも触発されるっていうのはあると思うんですけど、まあ、だからそうやってやっぱ人と人との関わり合いっていうか、それって一人じゃ、まあ、要は生じ得ないエネルギーだと思うんですよね。要は周りに引っ張られるっていうか、まあ、そういうのがあるのはやっぱその進学校のいいところですよね。はい、習字でだから親が死ぬ気で引きずってくれて、なんとか修学に放り込んでくれたからですよね。なるほどなるほど。で俺はもう別にもうね何にもやってなかったんで。そうなんですね。でも修学側は大変だったんですね。修学はもう多分ね本当に大変だったと思いますねあいつをどうするんだみたいな。いやもうそうそうですよ。だってね、中高一貫なのに高校上がれねえんじゃねえかみたいな話で、え、それ中高一貫のなんか定義なんか前提がもう間違ってるみたいな。修学生見てる、もし見てるんだったらね、コメントくださーい。 Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.